ニューストゥナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の小木原康さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか、はいえー、実践ワールドカフェから何が見えるかと。 ということで「三学ワールドカフェを始めました」というとね、ええ、どこにもお店出しはったんですかって思われるかもしれないんですけどワールドカフェってフォーラムなんです、うんまあ、えー、今回就就職活活いわゆる就活ですよね、えー、これをテーマにしたちょっとあのそういう催しを企画しまして、はい、昨日難波、まあ、でやってきたんですけれども。えーはい、あそうなんですね荻原さん。うん、あの企業ののいわゆる人事とか総務の 担当の方とか、ええ、大学とか専門学校の就職とか、キャリア担当の方。それとか大学生の方たちが、こう。いわゆる出会って、お話をしてもらうという催しなんです。はい、実はそれまでにも、ちょっとそういうフォーラムをやっていたんですが、これは。あの就活ということに絞ったもんじゃなくて、やはり企業を広く知るとか、大学を広く知るとかいう。ことだったもんですから、ええ、今回はむしろその。もう一歩進んで。えー、今年度から、ちょっと趣向を変えて。 見ようということで、うん、ワールドカフェ形式と方式と言われているものをね <laughs>、はい、取り入れようと<ー>う知ってますワールドカフェっていうあすいません知りませんしたそうですか、はい、あのね案外これあのー、昔からやってるんですけどあんまり知られてないんですよ実はでねえっ、ー、とまあ今回実はこれあのー、リクルートキャリアさんとか大阪商工会議所さん専門家の はい、方たちにご協力いただけることになって、まあ、実際にこうワールドカフェ形式というものを実践していただいたんですけれども、はい、ここにちょっといろいろこう進め方とかあ資料があります、ね、あのこういうねこれを、まあうん、見ていくんですけれども、まあ、ちょっとね,っとね言いますとねこれ話し合いのや,るやり方なんですが、はい、例えば会議とか<え>話し合いとか聞くとどうですか 今から会議や言われたらちょっと硬くて身構えちゃいます。身構えるよね。ミーティングミーティングやとかストレス感じるでしょう。そうですね。いでしょはっきり言って。生きたのいいでしょう。ねそんなもんね決済したいところです。でそうじゃなくてこれはねディスカッションじゃないんですよ。それを見越してダイアローグなんです。ダイアローグダイアローグというのは対話や会話なんですよ。このフォーラムはまず結論を出す場じゃない。対話する。だけど雑談じゃないんですよ。で哲学カフェって聞いたことあります。 哲学大阪にもあります哲学についてみんなで語ろうよってんで反対<ー>の先生たちが一派の人を交えてやったりしてる、ええ、もうまさに結論なんかないんだけど言葉のやり取りを楽しむんです今回は楽しむということだけではあちょっとダメなのでいわゆるこのもう少し一歩進めたカフェの、うん、まあというかこういう、まあ、話し合いのあり方ですよね、ええ、それをやってみようと実践してみようということなんですが、うんね、実際これねあの1995年に生まれた言葉であ 結構前なんですねアニータ・ブラウンデイビッド・アイザックスというのこのお二人が考えた話これ実際ね1995年何をしたかっていうとやっぱり今言ったみたいなフラストレーションがたまらんような意義のある話の仕方ってないんかいなと。とい、うん、多くの企業でやっぱりこなんていうのもうちょっとこう自由にね、ええ、楽しく話しできへんのと、うん。アメリカでででですすすかそそうう であのー、今ではねこれ実はいろんな企業で採用してるんですがこういうことなんていくつかのポイントがあってちょっと僕なりに整理,整理してみると、はい、まず目的と要件っていうのは明確にするんですね大事なことは、うんね、まさにそう、はい、おいで心理的な安心感を与えるわけですよ怖い顔してやらない <laughs> ニコニコしてるんですいい質問が必要なんですそのためにみんなに投げかけるいい質問関心を持ってもらう問いかけ この設定が質問。これで活性化するためにはみんなに参加してもらう。誰一人として。これ、うん、みんながつまり平等であると。はい、上も下もないです。ここでは。で異なる視点のこのつながりこれが重要なんです。これをまあ引き出すということなんですが、うん、これでより深い質問をどんどんすることによってみんながあの自分が発表し自分が語り自分が耳を傾けると。うん、そういうまあ当然のあれなんですがうん、うん、そういうことをまあ折り目正しくやると。 はい、でみんなで発見を共有すするとということなんですね、うん、でもう一つ言えばねあのここに、まあ、カジ取り役のファシリテーターという人がいるんですけれども、はいまあ、その人がまあ進行役でまあいろんなテーブルで56人のテーブルを作りますそこで机はないんですよ。机を置かないい話し合い<え>ということはもう面と向かって話すんです<あ>みんなっ、ね。椅子に座って座組みたいな感じですね、はい、座談みたいなほいでまあ,あの一緒に話をすると。おいで大事なことは 勝ち負けがない。あ、大事ですね。はい。批判や非難をしない。うん、同意させるのではなく、意味を共有する、一緒にする。点数をつけない。うん、はい。相手の身になって聞く。あ、強化すると。はい。信頼関係を作る。ああ<ー>。人を追い詰めない。ええ <A>。どうですか、これ。あ、すごくリラックスした感じですね。 そうすると高い次元のコラボレーションが実現すると。うん、実際にこうやっていいアイデアが出てます。いろんなところから。うん、それをまあ、この就職のこういうね、就活の場に応用しようと。<ー>いうことで、まあ、我々考えたわけなんですけれども。はいうん、で、今ね、実際にちょっと、あの、内容で、あの、この実践例の話なんですが、今回はこのテーマとしては、選ぶ、選ばないというテーマにしてます。選ぶ、選ばない瞬間というのが必ずあるはずだと。はい。それは、企業の側も。 学生の側もじゃあそれは何なのかその分岐点は何かということなんですがそこがうまくいってないとすれ違いが生まれるということですね、うん、で例えば一つの一社これ介護事業をやってらっしゃるあのパナソニックエイジフリーさんのところからこういうふうにおっしゃってます求める人物像はやりにく力を持っている人人の役に立ちたいという心のある人介護ですから選考はもう本当に気を照らうように本質を見極めたいと。 これまず受験者,者と、まあ、面接して評価が上がった瞬間はどんな瞬間だったか、はい、当たり前のことができている最低限のマナーができている人これ大事だと、はい、下がった瞬間はホームページも見ていない準備もしていない人、えー、これ就活でやらない人は入社後も絶対期待できないということで,、うん、で男子大学生はこういうふうに言ってます「企業の上ががった瞬間評価がお礼をメールすると社員の方から長い応援のメッセージが送られてきた」うん。<laughs> でインターンシップではその方はすごく厳しかったんですって、はい、でもやっぱりこれいただいてすごく感激したと、うん、こんな先輩と一緒に働きたいと思ったと、うん、もう一つ下がった瞬間、はい、別の企業では社員の方が仕事の愚痴ばっかり言ってたとあやです、ね、これ最悪ですねでは、はい、ノルマきついとかね、うん、女子学生の例あの企業の評価が上がった例これね最終面接の前に準備指導してくれたと、えー、お辞儀の練習までしてくれたと。 入社後もきっと丁寧に指導してくれると思ったと、うん、企業の評価が下がった瞬間インターンシップで実はすでに専攻されていたことを後で知ったあ,<ー>ある会社では一次面接の案内があったけど別の人には二次面接の案内があった信用できるだろうかとか、うんまあ、いろいろあるんですよみんなそれね,そね実際ね。 まあ、これ考えてみたらね、これ会話の力がすごく試されてるなと僕、み、み、思ったんだけれども、はい、やっぱり今、よくプレゼンテーションの能力っていうのはすごく大事だっていうことはよく言われるんだけれどもね、やっぱ話す力と聞く力、やっぱこれにすごく大事ですよね。だからこの辺やっぱり今後就職活動、またこれ今回からも、あの、今年と同じで、 来年もやっぱりあの三月に説明会解禁六月に選考面接ということになるようですけれども、やっぱりエントリーシート書いたりねいろいろ大変じゃないですか、うん、皆さん何枚も何枚もね。だからそんな中でやっぱりこういう場をね、はい、まあ例えば見つけてもらって、何が言いたいかってもやっぱりいい化学反応をね起こしてもらえるような出会いを一つでも経験して、うん、それをやっぱり実際にやっていただきたいそう思います、はい。アンカーマンの目でした。